はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員楠澤亮でございます。敦子様、小原権三様、小原権三様、お手紙いただきました。ありがとうございます。新様、ご支援ありがとうございました。ありがとう頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。3月27日午後、池袋でですね、 NHK スクランブルデモを開催いたします。まだ正式に告知はできないですけれども、許可申請があんまり早くはできないということで、ストップかかっておりまして、当局からね、正式に許可申請、デモ申請って言うんですけど、それ終わったらちゃんと告知いたします。3月20日日曜日、午後、池袋西口で北朝鮮による拉致被害者救う会全国協議会さんの署名を集める活動をいたします。こちらもですね、正式な告知はまだなんですけれども、3月20日、3月27日は午後、いずれも池袋でですね、署名活動と NHK デモをやりますんで、皆様よかったら予定開けといてください。よろしくお願いいたします。署名活動もですね、ボード持って署名、集めてもらう人とか、旗とかのぼりとか持っててもらうとか、ちょっと人数必要ですんで、よかったらお手伝いにいらしてください。NHK 受信料の支払い率は毎年約 80% 前後みたいであります。2019年は 80%、20年は 81%、 21年は 81% みたいな資料をですね、 NHK が発表しておりました。してみと売掛金の2割回収できてない、約1700億円踏み倒されてる、毎年毎年、そんなにされててですね、存続できる組織は NHK に、 NHK だけでは、世界中で2割踏み倒されて、売った商品の売り、ものね、お支払い2割踏み倒されてる。1700億円毎年踏み倒されてる。普通の企業は数パーセントとか、そんだっても多いぐらいですよね。電気料、電話料、ガス料金なんかはほぼ 100% 回収できてますよ。だって払ってくんねぎゃ止めるんだもん。したら慌てて払いますよね。そんでやっていけるってことはよ、2割踏み倒されてやっていけるってことはよ、売り上げの2割減ったっつったら大変なもんでしょう。固定費は変わんねえんだから、あらり5割なんて企業はないですよ。そんなね、暴利を貪れる企業はね。だもんで、売り上げが1割減ると、あらりっていうか儲けは3割ぐらい減る構図になってますんで、どこの企業も2割毎年毎年回収できなくてやっていけるって、もともとの受信料がものすごい高いぼったくり価格に設定されてる証拠ですよね。これで NHK が踏み倒しされて困ってるかっていうと、困ってねえもんね。全然金には困ってないで、職員には1800万円平均やってるわ、渋谷の本部建て替えるわ、3400億円とかふざけたこと言ってるし、これ都庁タワーの5本分ですからね、3400円ってね。都庁を建てた時でもこんなに金かけて、なんでこんな豪華なの必要なのって散々叩かれたのにね。 NHK に関してはテレビはどこも叩きません。なぜならみんな NHK の子分だからであります。ロシアはすでに、ロシアっていうかプーチンはすでにやけくそなのかな、なんかなっていうような報道3連発。ロイター報道、ロシア軍欧州最大のザポリージャ原発を攻撃し火災発生。これウクライナにあるザポリージャ原発っていうのが欧州最大の原発だって、爆発すれば
チェルノブイリ原発を大きく上回る被害に、ロイターは大きく上回るとしか書いてませんでしたけれども、続報でね、10倍被害出るって、チェルノブイリの10倍ぐらい被害出ちゃうよっていうような続報ありました。ネットの反応です。実質核戦争では世界滅亡の危機、核攻撃の次にタブーなのが原発攻撃、周辺は穀倉地帯だから強硬の引き金になると、穀物、ウクライナだと主に小麦だとは思いますけれども、小麦がね、供給が減っちゃって、値段がドカンと上がるんじゃないか、ということですかね。ロシアにさらなる制裁が必要。なんかですね、イケア、モスクワイケアが閉店、撤退だそうであります。よくもそんなこと、グレタカッツの。人住めなくなったら占領しても意味ないやんけ。汚染だらけの不毛の大地を手に入れてもしょうがないじゃないの。まあ、そこがやけくそなんじゃないかって、思えるゆえんですけど。ロイター続報、攻撃された原発周辺で放射能レベル上昇。あとですね、なんとか火を消し止めようと入った消防隊を狙撃してですね、それも攻撃してですね、火災を食い止めることを妨害してるって情報もありました。徹底的に破壊する気か、メルトダウンを望んでいるのか、汚染区域を占領してもしょうがないじゃんって考える余裕がもうないんじゃないか。なんせロシアンダウ平均が 98% 下落だし、経済制裁が効きすぎてて、あと侵略が、遅々として進まず発狂してんのかな。ペンタゴン発表、集めた兵力の9割以上が越境した、ウクライナに入った。学校や病院や住宅など民間施設を盛んに攻撃している、無差別攻撃は現地からの映像がどのどのネットに上がってきていますんで、フェイクじゃないですね。ロシア政府がいくら私らは民間施設攻撃してませんって言ったところで嘘つくんじゃねってなりますね。ロシア軍は総勢90万人だそうであります。そのうち陸軍は約30万人、意外と少ねえな。大陸国なのに意外と少ねえな。これはロシア軍って小川を侵略することばっかり考えて、空軍と海軍、を充実させて、陸軍は防衛っていうか、なんていうの、城の居残りみたいに思ってんのかな。侵略のため集められたのはそのうち15万から20万人、陸軍30万のうち15万から20万人、半分から3分の2ですね。なんか限界まで集めた感があるな。全部陸軍、集めちゃって国内空っぽにするわけいかないですもんね。ウラジオストックとかにもある程度の兵力は置いといて、日本が攻めるってことも可能性ゼロではないですからね。9割以上が侵略のため越境済み、イコールすでに侵略は全力全開だってことですね。もう全力でかかってる、いうことですね。AFP 報道、プーチンと1時間半にわたり電話会談した後のマクロン大統領、プーチンはウクライナ全土を占領する強い意志を持っている、強い決意を持っている、全部占領しないと止まらないのかな。最悪の事態が予想される。なんだよ一体最悪の事態って。ネットの反応です。病気なのか、頭の病気だと思う。控えめに見て気が狂ってる。死にたがってるんじゃなかろうか。世界は核で真っ平らに。プーチンがラスプーチンにジョブチェンジ。ラストプーチンっていうことかな。ラストプーチンとラスプーチンとかけてるのかな。東部の保護とか言っといて、やっぱり全土の侵略狙いじゃん。最悪の事態って何よ具体的に。ウクライナに対しての核攻撃っていうのは最悪の事態なんでしょうかね。マクロンが言ってるね、はっきり言えよマクロンよ。
どことも同盟してないウクライナが核攻撃されてもですね、報復攻撃する大義名分が世界にはないのでは、ないのでは、世界を敵に回しても株価が 98% 下落しても経済が消滅してもどこも自分とこの製品買ってくんなくなっても、ウクライナを手に入れれば引き合うわけもないでしょうよ。そんなの。しかも放射能で汚染された土地手に入れたっつったってさ、やっぱ狂ったのかな、プーチンはな。親ロ派、日本の親ロ派は苦しいですね。世界中からプーチン頭おかしいって、言われちゃってね。もう擁護無理なんじゃないか。令和とか鳩山由紀夫とか橋本徹とか鈴木宗男はもう黙っとけば、もう無理だよ。プーチンを擁護すんのは、こんなに世界中から頭おかしいって思われてるんだから。ウクライナ大使のですね、林外務大臣面会要請を1ヶ月以上も握りつぶしていたのは鈴木貴子副外務大臣であるとウクライナ大使本人に直接バラされました。鈴木貴子副外務大臣は口頭で言われたけど文書でもらってないからスルーしてたみたいな言い訳してましたけれども、そんなね、その耳で直接そう言われたんなら文書にして出してくださいって言えばよかったんじゃねえの。まあ苦しい言い訳ですよね。鈴木貴子副外務大臣は鈴木宗男の娘です。一族の利権を優先したのかな、親父の利権を優先したのかな。そんなやつが副外務大臣やってていいんですか。ネットの話です。血は争えんな、調子に乗んなよゴミ女、思いっきり工作員じゃねえか。個人レベルで外交ネグレクトとか許されんぞ。大問題だろこれ、スパイレベルじゃん。ロシアのスパイの宗男の娘もまたスパイなのは当然、どう考えてもロシア絡みで利益享受の加害者。やっぱり宗男は今でもロシアに稼がせてもらってんだよな。これ下手したら自民から追い出されるな。副大臣がロシアのスパイって終わってんな。鈴木貴子はですね、2月22日前後にですね、ロシアに経済制裁すんなって言って回ってまして、自民党内で、文春からどういうつもりでそんな行動したのか、質問状をぶつけられているですね、コテコテのロシアンスパイであります。宗男、ゼレンスキー大統領がミンスク合意、停戦合意を履行しなかったことが今日の事態を招いている。3年前から誠意を持って話し合いをすればロシアが動くことはなかった。ようやくゼレンスキーが悪い、ロシアは悪くないっていうようなことを書いちゃってですね、宗男は今維新に所属してるみたいなんですけど、こんなあからさまにロシア擁護しちゃって大丈夫なのか、維新に怒られないのか。維新だってロシア非難決議には賛成して、宗男も賛成じゃん、怒らんないの維新は。これを良しとしてんのが、答えは怒られないです。維新の独裁者橋本徹、皆さんピンとこないかもしれないですけど、維新は今でも橋本徹の意のままに動いております。なかなかたまにいいこと言う足立議員だってことあるごとに橋本万世してますからね。なんか変なこと言ってんな。でも橋本が言ったってなれば万世しちゃってますからね。テレビ番組でウクライナ人に向かって被害が増えるから一旦逃げたら、プーチンが死んでから国を取り戻したら、いうようなことを言いまして、全土を占領されたら被害者はもっと増えるし、そんなんだったらウクライナ人奴隷になっちゃって洗脳されちゃうし、20年後
プーチン死ぬまで待ったらウクライナ人自体がいなくなってるかもしれない。民族浄化されちゃってと大炎上しておりました、答え、橋本徹は親ロ、それも胸の以上のコテコテのもはやスパイと言っても過言ではないレベルですね。なんでこれ発言以外にもですね、北方領土は武力でしか取り戻せないのではって発言した丸山穂高議員をですね激怒してですね、維新から追い出して辞職勧告決議案を維新の議員に出させて、維新議員をロシア大使館に謝罪に行かせたっていう意味不明な行動してますから、元からロシア側なんですよ橋本徹は。ってことは維新はロシア側独裁なんだから、そんな橋本に支配されている維新だし、宗男が度が過ぎたロシア擁護しても怒られないどころか裏ではよく言った褒められてるかもしんねえですね。橋本がロシアのスパイやってて何の得があるかは不明であります。宗男の利権はですね、宗男ハウスとかによってまあ分かりやすいんですけどね、宗男がロシアのスパイだっていうのはもう何十年も分かってることですよ。なんでその娘を副外務大臣に任命しちゃうのかな、なんでなのかな、こんなね外国の影響を強く受けてる親父の娘、まあ親と子供は別だって言いますけど、最近なんか蓮舫の息子さんが自民党に入党したって話ですけど、そのぐらいはっきりしてればねあれなんですけど、なんで任命したのかな、岸田バカなのかな、まあその通りなんですけど、副外務大臣が個人の利益を優先して外交を妨害した、これ副大臣辞職だけじゃ済まないんじゃないのかな、自民党から追い出すぐらいのことしないとね、まあ自民党から追い出してもすぐに維新が喜んでね迎え入れそうですね、ロシアスパイ仲間みたいな感じで。今日の岸田政権、現在のガソリン税は不可解な仕組みで到底理解納得できません。 JAF がガソリン価格高騰を受け声明発表と、政府発表補助金を1リッターあたり5円から25円に増額すると、これ値上がりすごくて1リッターあたり5円出すから値段上げねえでくれお願いしたんですけどね、それを増やすって5倍に。ネットの反応です。いや減税せよ、二重課税やめればいい話、うふふ、そうでしたっけ、マジで頭悪すぎる。売り手に金渡しても値下げするとは限らん、金もらうためにますます値上げするとは考えないのか、意地でも減税したくないという強い意志を感じる。岸田は従順な財務省の犬だし、さすがは東大を3回落ちてるだけのことはあるわ。岸田が目指してるのは社会主義国家、地頭が絶望的に悪いんでこの人、東大法学部出身のですね財務省官僚に逆らえないし、東大法学部とうとう3回受けても自分は行けなかった、東大通だけで恐れ入っちゃうんでしょうね、ははーっつって、いっつも正しいと思ってんじゃないか。財務省が究極的に目指してるのは 100% 納税 100% 分配で、分配をですね自分らが支配してですね絶対権力を得るっていうのが財務省の究極の目標であります。チュチェ思想っていうんだよそういうのね、北朝鮮みたいに全てを奪って全てを与える、それが財務省の究極の目標であります。なので増税増税また増税、実質税負担率 48% ですけど今、それを 100% に近くしたいっていうのが財務省の本音であります。岸田総理今日の無能無為無策、記者比較三原則で
防衛できんですか。岸田自らの防衛力と、そして日米同盟の抑止力で日本の安全を守ってきました。今この現状の中でこうした体制をしっかり機能することによって国民の命や暮らしを守れると信じておりますと、何言ってるか全然わかんないですけどね。ネットの反応です。ゼロ回答。信じるとか思いとかそういうのいいから、信じるとかじゃなくて根拠を示せっつうの。信じるだけで守れるなら戦争なんて起こってねえんだわ。信じてる、守れるとは言ってない。高知会は平和ボケお花畑の公家集団。攻撃始まったら守りきれんだろ。増税以外何もやらないのこの人。体制はしっかりと機能することによってなんつっちゃってますけど、しっかりと機能しない場合は守れませんって言ってませんか、このバカは。二重三重にですね、責任取らないで済むようにしか発言しない技術は大したもんだな。重いとかちゃんととかしっかりとか信じてとか、こんなの通用すんの議会の質疑と答弁だけですよ。あと議員の演説ね。医療も福祉もちゃんとしっかり、具体的にはって聞かれても答えないね。リアリストはこんな言葉使いませんし、企業の会議でちゃんとしっかり、信じて思いなんて言ってたらすぐね、あの窓際かクビになるわ。戦争開始のタイミングで総理が空っぽ岸田なのは帝国の不運ですね。公家は戦争に向かないよ。ちゃんとしっかり思い信じて、検討するだの判断するだの、判断したいだの、それが大事だみたいなことをバカしてる公家は戦時には向かない。早く武家の高市さんに変われって、それがあの一番の帝国を救う道ですね。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。